こんばんは、キュートハウスです。2023年7月の3日、今夜9時過ぎです。2時間ぐらい前から、うろこちゃん4羽と小桜3羽がトリビアで遊んでおりましたが、この子たちはこっちに帰ってきてもう寝ようとしてるのかな。今日の夜のご飯は差し絵はいらないみたいですね。まあでも、ひなちゃんたちあげるときに欲しくなっちゃうかな。まんまるになって眠たさマックスですね。うろこちゃんたちはどこ行っちゃったの？まんまるになっております。もうすぐでね、この子たちも2ヶ月になります。一番手前にいるシーグリーンちゃんが明日の朝ママさんが、東京からお迎えに来てくださいます。長く一緒にいたのでね、別れ大丈夫かな。ちょっと見せないようにのんくんだけ連れ出してお別れしたいと思います。きっとね、どっか連れてかれちゃったら分かるのでね、もうね、やだな。のんくんも寂しいだろうけど、花丸と桜がね。なのでね、私はお迎えは早くってお願いしております。とっても辛いですよ。私はね、我慢すればいいですけどね、この子たちがね、辛い思いをしますので、なるべく早くお迎えに来ていただきたいなといつも思っております。まんまるでね、かわいいね。はい、ではでは、最後の夜ですのったんね。ノーマルの花丸と桜は、金曜日に、なので水木、あと3日ぐらい。あ、火曜か、水木、あと3日で卒園です。まあ、卒園っていうのはね、寂しいものですね、何回。でもね、はい、では皆さんありがとうございました。